ジャン。皆さんこんにちは、弱な研究室長の石原です。衝撃的な画像でしたね。今の画像は AI の画像自動生成サイトに弱な研究室長ストリートピアノっていうのを打ち込んで出てきたのが今の画像です。実際はこんな感じです。はい、今回は今の画像のような衝撃的な話をします。その衝撃的な話とは何か、ホニャララはオワコンっていう話ですけど、ホニャララ、このホニャララは俺思うに、もうストリートピアノ、ストリートピアノはオワコンなんじゃないかって話をします。まあそんな感じのことを今回の動画ではお話しさせていただくんですけれども、これちょっと最初に勘違いしてほしくないのは、このオワコンっていうのは商業施設の活性化だったりとか、それで客寄せ的なオワコンではなくて、あくまで YouTube のコンテンツとしてちょっと今後は厳しいかなっていう話です。要はハラミちゃんにはもうなれねえよって話ですね。ちょっとホワイトボードマーカーがだいぶ薄くなってきたので新しいものを買ってきました。走って持ってきたんでめっちゃ暑いです。で、ストリートピアノですけども、ヨーラ研究所独自の調べると、ストリートピアノっていうのはだいたい2019年ぐらいから出てきてるんですよ。で、2020年、2021年、2022年、今ですね。で、俺はだいたい2020年から2021年の間に参入したんですけども、2019年から始めている方々の YouTube チャンネルというのはほぼほぼ伸びてます。で、ストリートピアノっていうのは時間とともに伸びにくくなってるんで、今ストリートピアノの動画をアップする人は相当厳しいんじゃないでしょうか。で、そもそもストリートピアノがどういうコンテンツなのかって言ったら、ストリートピアノっていうのは街にポンってピアノが置いてあるわけじゃないですか。これもう分かってると思うんですけども、演奏だけを聴かせるコンテンツではないですね。演奏だけ聴くんだったらスタジオ録音が絶対綺麗じゃないですか。ストリートピアノっていうのはなんでいいかって言ったら、ストリートピアノってのはポンって街の中にピアノが置いてあるの、非日常感で街にピアノが置いてあるから当然通行人が通るわけですよね。で、その通行人のうちいくらかの人がそのピアノを聴くために足を止めると。で、そうするとこのピアノの周りに通行人が集まるわけです。なのでこの通行人だったりとか、そうやって片方の反応を楽しむっていうのがストリートピアノのコンテンツなんです。で、これピアノですよ。一番通行人だったりとか人が集まったところを切り取って、で、ここで魔法の言葉を書くわけです。駅がやばいことになった。で、これをサムネイルとして YouTube にアップすると、そうするとめちゃめちゃ非日常感が出てるサムネイルができるわけです。それでクリックしちゃいますよ。だってこのサムネイルめちゃめちゃ非日常感があるんだもん。で、駅がやばいことになったっていうこの動画のこのサムネのここら辺にいる人たちが、その演奏動画を Twitter かなんかで拡散してったら、その動画の再生数が雪だるま式にどん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 伸びていくじゃないですか。そんな感じで再生数を稼ぐっていうのが手口なんですよ。ストリートピアニストの手口なんです。そうなんです。普通の演奏動画の中にそういった非日常感があるサムネイルを持った演奏動画が上がってきたら、なんかクリックしたくなりません？これってどうなってるんだろうって。そうなんです。これってめちゃめちゃ視聴者の気を引くことができるんです。で、これをピアノ系のトップ YouTuber がやり始めた。で、それに追随するような形でみんなやり始めたんです。そうすると何が起こったか、こういった非日常感があるようなサムネを持った演奏動画、例えば駅がやばいことになった、そんな動画が大量生産されたんです。で、そうすると何が起こったか、駅がやばいことになった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 、この非日常感がある動画がめちゃめちゃ生み出された。何が起こったか、そうするともうこの非日常感っていうのは非日常感じゃなくなってしまったんですね。で、視聴者もいざざがあったんですよ。もうこんだけ非日常感がある演技がやばいことになったようなものばっかり上がってきたらさすがに飽きますよね。しかも気づいちゃったんですよね。演技はパニックにもなってないし、やばいことにもなってない。今のが一つ目の理由なんですけど、その他の理由としては、トップ層のピアニストができったっていうのがあると思います。彼らが、彼らのブランドをもうすでに確立してしまっているので、新しいスターになる余地がない。なんでこんなことを思ったかって言ったら、最近、ちょっと、大体チャンネル登録者が、
数千人から数万人の中堅層のストリートピアノ系 YouTuber のチャンネルを訪問してみたんですよ。で、彼らのチャンネルの更新頻度なんですけど、以前よりもだいぶ落ちているんです。そうなんです。トップ層の方々は相変わらず動画を投稿し続けているんですけれども、ヨミンさんとかハラミちゃんとかは動画の更新を続けているんですけれども、実際ストリートピアノに行っている中間層のピアニストの動画の更新頻度が以前と比べたら落ちているんです。これはどういうことかって言ったら、このデータが示すところによれば、視聴者の人の関心がストリートピアノから薄れているように、ピアニストのストリートピアノに対するモチベーションも下がっているような気がするんですね。で、なんでモチベーションが以前落ちてしまったのかっていうのを考えたときに、おそらくその理由っていうのは動画が伸びないからだと思います。実はストリートピアノって YouTube のアルゴリズム的には不利なんですね。 YouTube は長い動画を優遇します。正確に言ったら、視聴者が長い時間見続けてくれるような動画を優遇するんですね。で、ストリートピアノって長くても5分から6分ぐらいの動画じゃないですか。そうすると YouTube のブラウジングで有利になるほどの視聴者維持率だったりとか、視聴者の維持時間っていうのをストリートピアノの動画で作るのは難しいんですね。じゃあなんで今までそんなにストリートピアノが伸びたかって言ったら、トレンドですね。ストリートピアノっていうトレンドにめちゃめちゃ需要があったし、ストリートピアニストの弾き手側も今ほど飽和していなかったっていうことだと思います。で、この前試しにちょっと作ってみたんですよね。16分から17分のストリートピアノ動画を試しに作ってみたんです。まあ実際この16分から17分、これ動画の中の16分から17分なんですけど、実際ピアノを弾いてる時間っていうのは、まあ3分から4分くらいですけど、じゃあそれ以外の時間は何をしてるのかって言ったら、まあ、わちゃわちゃしてるような動画をこの前試しに作ってみたんです。まあもしよろしければ見ていただけたら嬉しいです。嬉しいんですけども、その動画、これ実際ね、16分から17分の動画を作ったんですけど、視聴者維持時間だったりとか視聴者維持率が非常に悪くてですね、だいたい3分から4分ぐらいしか見ていただけなかったんですね。ほんとね、この動画、今出てるストリートピアノの動画の中で最も長い動画なんじゃないでしょうか。編集も40時間以上かかったので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、さっき言ったように視聴者維持時間だったりとか視聴者維持率っていうのは悪かったんですけれども、まあ、演奏動画単体でポンって載せるよりは良かったんじゃないかなと思います。ちょっとね、期待していた結果には全然届かなかったんですけども、演奏動画単体でポンって載せたものよりは、いいインプレッションを取ることができました。で、ここまで見てくれた方は、なんで俺がそんなに分析ができるのかと思ったと思うんですけど、その理由は、このチャンネルが複合チャンネルだからです。複合チャンネルっていうのは、いろいろな動画が上がってるチャンネルっていうことですね。ストリートピアノだけを上げているストリートピアノチャンネルではないということです。これ YouTube を運営していく上で複合チャンネルっていうのは、伸ばす上では良くないんですけれども、このチャンネルは残念ながら複合チャンネルなんです。で、それゆえに、いろいろな自分の動画と比較できるんですね。データの分析ができるんです。で、ある日を境にストリートピアノの動画が伸びなくなったんです。ある日を境にこのチャンネルでストリートピアノの動画が伸びなくなった。それを最も実感した出来事が2021年7月の浦和でのパフォーマンスです。この演奏って、もうピアノ下手なんですけど、この演奏がおそらくこのチャンネルでのベストパフォーマンスだって思ってます。演奏した曲も、海外来たんっていう流行りのアニメの曲ですし、サムネイルも、こう、人だかりになってるようなサムネイルが作れたんです。で、その動画の再生回数、どれぐらい回ったと思います？たったの300再生なんですよね。このチャンネルで俺がベストパフォーマンスだと思う演奏の動画のストリートピアノでの再生回数がたったの300再生だった。以前、どれぐらい回ったかって言ったら確実に4桁を回すことができたんですよ。だけど、この動画はたったのこれしか回ることがなかったんですね。で、その後もストリートピアノの動画を投稿してみたんですけど、4桁回ることはなかったんですね。マーケティングをしない限りは、まあ、マーケティングっていうのはなんだろうな、こう他の人が弾いてない曲でトレンドの曲を弾くとか、そういうことをしない限りは4桁回る動画っていうのは作れなくなってしまったんですね。そう、ストリートピアノというこのチャンネルの中で最も再生されていたコンテンツは、この期間を境に
最も再生されない回らないコンテンツになってしまったんです。これは視聴者属性とかそういったところを見ず、あくまで YouTube の検索および YouTube がおすすめするブラウジングでの話です。これがストリートピアノがオワコンかもしれないと思った実体験です。そう、 YouTube でストリートピアノというコンテンツが飽和している。そして YouTube でストリートピアノという流行りトレンドが失われつつある。じゃあトップ層は何をしているのか、何をしてトップ層は視聴者の関心を得ているのか、ドッキリ、まあ企画ですね。そして超人的なこと、一瞬で耳コピしたりとか普通の人が絶対にできないようなことをする。そしてまあコラボですね。こういうことをするとどうなるのか、動画が長くなる、視聴者の関心が引ける、そして視聴者が動画を見る時間が長くなる。そうすると何が起こる、 YouTube のアルゴリズムで優位に立てる。なんですけれども、こういったことってあれがめちゃめちゃ大変なんですよ。そのあれとは何か、そのあれとは編集。編集がこういったことはめっちゃ大変なんです。まあいずれにせよ夢を見させるのが YouTube なんで、まあどうだろう、これから動画を上げる人、これから YouTube チャンネルストリートピアノで始める人、女なら脱ぐ、際どい感じ、際どいセクシーな感じ、足を出すとかね、そういうのがいいんじゃないのかなと思います。 YouTube には女っていうジャンルがあるんで、で男だったらまあ多分なんですけどコスプレですね。これはね、男でもコスプレしてたら見ると思いますよ。ただコスプレしてストリートピアノを弾くってめっちゃメンタルいりますけどね。そもそもですよ、ストリートピアノの動画を撮るっていうのだってメンタルいるんですからね。結構恥ずかしいじゃないですか、やったことある人わかると思うんですけど。だからもうこれはダブルメンタル。まあいずれにせよ、非日常のさらに非日常を演出していくようなコンテンツを作る必要があると思います。でもこれをやったからって正直伸びないと思う。そう、ストリートピアノの SEO ってもう崩壊してるんで、これをやったからって以前のような爆伸びは厳しいと思う。まあ普通に動画を投稿するよりはクリックされやすくなるとは思うんですけども、正直爆伸びバスリは厳しいと思います。で短い動画で伸びてるチャンネルがあるのかなって調べたんですよ。ストリートピアノで短い動画で伸びてるチャンネルがあるのかって調べたら、実はあったんですね。まあ具体的なチャンネル名はここでは言わないんですけど、あったんです。でそのチャンネルが何をしていたかって言ったら、伸びているチャンネルの模倣をしていたんです。チャンネルの作成日時はわずか1ヶ月前なのに、もうすでにチャンネル登録者が500人以上いる。で、それぞれの動画が何千再生も回っている。これ短い動画でですよ。そんなチャンネルがあったんです。で、このチャンネルっていうのは伸びているチャンネルと動画の作り方やタイトルの打ち方、サムネの作り方が同じだった。そう、あの動画を見て無名な人がストリートピアノを使って登録者だったりとか再生数を伸ばしていく最後の可能性じゃないのかなって正直思いました。伸びている動画の模倣をすれば、その伸びている動画の関連動画にその動画が上がってきますからね。まあでもその手法を使ったからって言って、正直俺は第二のハラミちゃんはもうストリートピアノからは出てこないと思います。で、さっき話したような中間層のピアニストが今後どういう風に YouTube を運営していくのか、別の方法を模索していくのか、それかまたは YouTube をやめて別の媒体に移るのかっていうのは分からないんですけど、弱な研究者としては今後もストリートピアノには行ける時に行ってみようと思います。ちょっと本来の動画は分析的なものになってしまったんですけれども、こんな感じです。弱な研究ではジャズに興味が出る動画、そしてジャズ好きにはたまらないような動画を、ちょっと今日の動画はジャズ関係ないような動画になってしまってるんですけども、どん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 作っていきます。この動画が少しでもいいなと思った方はぜひとも高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。弱な研究でした。